だいぶ前、緊急事態宣言の時に大阪行ってさ、なんか警察がバッと集まってて、なんか犯人やないけども、なんかバッて囲まれてて、っていうのを見てんか。そんなんめったに見ないか、どうしたんやろうと思って、バトカーも来てるしさ。で、その、なんかその犯人らしき人がさ、警察バーって集まってきて、掴めようとする瞬間にさ、ソーシャルディスタンスやーって言うて、うまいこと言うなぁと思って、さすがやなって言って、犯人うまいこと言うなぁみたいな。今、かわいそうに気付けたやろ。誰も捕まえられないですから。捕まえられない。そんなにディスタンスだからね、お前。サガリとか最近とか、いろんな人のバックでこう弾いてたりするんやろ、ライブとか。はいはいはい。うん、予定もあるもんね、なんか、Facebook 見てたら。あ、そうですね、ありがたいことに、はい。なあ、なんかこう、例えば、アーティストの人がすごくこう、緊張する人やと、どうすんの？なんか、もう楽屋からの勝負になるやん。あ、はい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 、はい。俺はドラマーじゃなくて、俺の職業は楽屋トークや。みんなが気分よく出るところまでが俺の仕事や。もう、っていう。叩いてちゃんと。いやいや、趣味や。これ、趣味や。で、いや、叩くよ。叩くけど趣味で、俺がもらうギャラの請求書の、内訳は、楽屋トーク何月何日って書いてないよ。書いてないけどね。これは息子が笑ってたわ、なんかそれ。お父様、楽屋トークやねって言って、仕事が。一言、それは大事だよねって言われた。